顔りのがいいな今の。やっはらみなさんこんにちはみやびんです。顔まわりのおけけがクシクシ。いいねこれ。ひもじ気に入りそう。はい。本日はこちら。SIVGA SM001 です。こちらをレビューしていきたいと思います。ではひもじお願いします。

体育体育保健体育保健体育険体育,体育結局そっちに <laughs> いやらしいね <laughs> 保健体育第二次成長きた何それあ何でもないです <laughs> 何それ保健体育保健体育の本当に教科書に書いてあることを今言ってみましたけども分かんないみたいです大女のくせに第二次成長が分かんないみたいで分、ね、かんない,い何一切いるっていやまあググってくださいググ <laughs> <laughs> でかわすってやつ えっと、SIVGASM001、えー、きっとみやびは提供だと思っておりますが、えー、イ,ワイワゴン25さんからの貸し出しですおイワゴンさんやっハロー。でこれだけなかったんですようんそした僕買ったんでやってもらえませんかあそうなんだ <laughs>、えー、こちらねダイナミックドライバーとバランスドアマチュアのハイブリッドになっておりますで実はですねそうもう出しとこうどうしよう 出しここうかなおーフィッコするねこれこれね、れサウンドチューブが3種類付いてる交換できるやつなんですよ。えー、でこうやってねこのケースとかねイヤピとかあとケーブルがこれリモコンつこれあとで今説明するですけどリモコン付きと普通のケーブル3.5シングルエンドですけど、えー、<laughs> でこちらにサウンドチューブが3種類、えー、こちらがですね、まあ、画面出ると思いますがベース強調とバランス。 あと域調の3つが入ってきますで、MMCX コネクタリケー,ーブル可能なんですがこれ後で説明しますが、えーまあ、今説明しましょう MMCX コネクタ不良なんですよこの個体今、うん、でイワゴンさんが無理やりはめてしまったので左側が抜けないんですねだからこれ L と R いやこっちに変えて抜けなくなっちゃったみたいなんですねうん、うん、L と R 違うのそうなんです <laughs> で L と、R、が違って抜けなく俺も抜こうといろいろ試みたんですがえ工具まで使ってもうね完全に不良で抜けないのでえ左右逆になってますのでいつも聞こえる平井大さんとかの「カンカンカン」はえ左から聞こえてきます。で「ともに」の「じゃかじゃかじゃか」は右から聞こえてきます。 貸し出しなんで、うん、壊すわけにはいかないんでそうね、えー、で岩本さんにはもう伝えましたメールで、うん、左右逆になってますっていうのと MMCX コネクタ完全不良なんで SIVGA にもうすぐあの送っ、うん、あのメール送って、えー、返品交換してくれと言ってくださいって言ったのでただ音は不良じゃないので、うん、MMCX のコネクタがいっちゃってるだけなんではい、はい、えっ、ー、と途中で挟まってると思いますが訂正があります えー、このねイヤホンイワゴンさんも確認してくれてメールくれたんですが僕も SIVGA の担当に聞いてて、えー、これ特殊な MMCX の構造をしててえー、っとねあの海外版の Amazon には動画が載っててあの爪を根元に入れてパチンって外してる動画があるんだけど、うん、爪だと無理だったんで。うん 精密ドライバーあるじゃないですか、うん、あれのマイナスをここに入れたら簡単にポンって外れたわけで,ううでこの刺さってる根元に、えー、細い精密ドライバーとかそういうのを、まあ、爪でも外れる個体もあるみたいですけど、うん、この個体は爪じゃ外れないので,、うん、でそれを入れてってやるとポンって外れたのでもうこれ左右戻ってます。 よかったね岩根さんただね <laughs> あの左側のサウンドチューブのネジ山はバカになってるからここは改めて言った方がいい <laughs> ポロって取れるから <laughs> 突然、うん、イヤピごと取れちゃうから、うん、これはこれは明らかにもう不良なんでうん、うん、ここは言った方がいいです。はい、というわけであと間違いがあるとこもあるので外し方の問題外し方が特殊ということで、えー、これは構造上の問題で、えー、爪を入れて。うん 取る形の MMCX らしいので、えー、買われた皆さんは抜けないって慌てる前に、えーね、爪っかドライバー精密ドライバーとか細いものを入れてパキッてやったら取れるので、うん、それで外してみてください、うんえー、これは不良じゃないそうです、はい、という定型定型じゃない<成>定動画でございました、うん、なので <laughs>、えー、あとレビューは今これバランスチューブが入ってますであとで まあまあはい、は省きますなぜかはもうみやびが気に入んないの分かってるんであとで言いますけど <laughs> もうベース強調かバランス感になるのでこの人はでえー、っとさあ怖いやつ使いますねおとれキリスちゃんのねキ、うん、リスちゃん使っていきますが今日は大丈夫かなえっと リモコン付きの方の 3.5mm シングルエンドで、えー、ゲインローで電源入れまして音が出たらカット入ります DH80S です、うんえー、AppleMusicAppleAC ファイルで聴いていきます <laughs> ボリュームいってくださいはい BLACKPINK、えー、さんで LOVESICK g i r l もう一個上うん <coughs> おお。あ、でもなんかボーカル若干あれだね刺さりそうで刺さらないっていう感じに聞こえるはいええー、続きまして平井大さんですスタンバイミー、スタンバイユー うん。なんか、いつもの SIVGA サウンドって感じがしないから、新鮮。おー。はい。ワニマさんで共に。ほんとだ。ジャカジャカが違うところから聞こえる違和感 <laughs>。あ、でも、ボーカルがね、多分、こう、スーッと。 入ってくる感じ。こう、尖ってる感じに聞こえるから、バンドとかはすごい相性いい気がする。はい。はい。えー、っと、須田将暉さ,さんで間違い探し。うーん、余韻もあるし。今回、バラードっていう感じじゃないかもな、このイヤホンは。 はい、えー、ホワイトスネークさんで「スティル・オブ・ザ・ナイト」<coughs> うーんやっぱバンドいいねハードロックも全然いいしおーはいでこの辺まで聞いたところでどっちがいいかを決めてもらわないとびの場合は やっぱりね低音が出てないとねそうね暴れるんでねあとでまた正座させられて、ね、へへへ最近正座だけじゃなくてね往復ビンタ100回とかされるのいやもう私サイコパスじゃんそうなの、ね、笑いながらドミネーターなのそうだよじゃあ俺数字いくつぐらいなのえっ1000超えてるマジでうんじゃあサイコパスじゃんそうだよだから俺見に行っても 怒られてん <laughs> いつも怒られてないる。開けられないね。そうでしょ詰め切ったばっかだけ。<laughs> <laughs> え、私も詰め切ったばっかやばい。<laughs> 深爪さんなんです。深爪さんから。お手んいや、でも、今回、ボーカルと艶感は、あった気がするから。うんうん、すごい、そういうボーカル名に聞きたい人とかは、この音いいのかなと思った。あれ、どっちやったっけ。あれ、やべえ。え <laughs> 定提協調どっちやったっけな。やばす。ばすどっちだ。 こっちでいいはずなんだよ黒が確か高域だった気がするのであ、<う>取れ取れちゃうんですよこれいろいろ不良があるんです、これなるほど、これはすぐ出した方がいい気がするねあれ、ちょっと定期出てなかったら言ってねわかったいろいろ不良がある個体なんですぐ絶対交換してもらった方がいいので、えー、サウンドチューブはこうやってくるくる回せばすぐ取れますこれやりやすくていいね うんあれ右左右左ってどっちだちょっと音ペラペラだったら言って分かる <laughs> えー、ちょっと間違い探しかけますね低音の時ははいあ聞いてる低音 <laughs> 合ってます 余韻とかも変わってくるんで、ね、え全然違うど,どっちがいいですかこっちでしょさらにバランスよくなって定期聴いてるからこういう男性パラートのボーカル合うあじゃあこっちだじゃああなたこっちですねうんじゃあやっぱりこの人いつも定期協調がいいっすねバランスは俺俺はバランスがいいんですけど宮道先生は定期協調がやっぱ好きなようでねう <laughs> じゃああれ ステイオブザナイトやってないよね。やっとよさっき。やったっけ。じゃあ、えっ、ー、と、綾瀬さんで夜撫でる目の。<laughs> こっちのが好きだね。厚みもあると思う。はい。で。アニタベイカーさんでユーブリングミージョイ。うん。 おー余韻あるある聞きやすいししっとり聞ける感じがいいねはい空間チェックでパフュームさんでフローおーすごい広いわけじゃないけどこのぐらいのイメージ空間感じる中心に。 集中してる感じの空間はいで「コールドプレイ b t s でマイユニバース <coughs> うーんこれも厚みがあるはいはい感想どうぞ全然違った <laughs> 今のこっちの二個目の方は中なんかこう空間が中間的中心的に こう凝縮されてるような感じ、うん、こ広いわけじゃなくてこう感じバランスにすると空間広がるんですよ、ね、う,んうん全然違ったし男性バラードも聴きやすかったし、うん、結構良かったなフローが一番わかりやすかった空間やっぱ関係は、うん、あでこれイヤーピースあのセドナ・クリスタルにしておりますはいいろいろ試した結果かな<の>ですか、はい まあねこの人の場合はサウンドチューブ変えて気に入った方でやんないとレビューの評価変わっちゃうんだね <laughs> つうかこうやって変えられるのいいでしょうんいいと思う自分好みな方に、うん、バランスだけしかついてないで売られてたら多分君評価悪かったからね、うん、でベースに変えたら変わるからねでしかもなんかたまにさえあんま変わんなくないっていうとこあるじゃん,これ,ゃんこ,れこれちゃんと激変するんですよ、うん、でもう一本の広域強調は後で言います、はい というわけで、僕のレビューはバランスチューブでのレビューです。で、えっと、えっと、ベース強調、広域協調はちゃんと言います。どうだったかは。<laughs> で、音質です。えー、ハイ中、あ、違う。ハイ広域は、優しく透明感のある見通しの良い広域で、解像度もしっかりとあって、もうハイハットのチキチキとかライドシンバルのカンカンカンもしっかりつかめる広域になっております。 で、ミッド中域は、ボーカルがしっかりと前に出て、解像度も高くて、ボーカルのニュアンスをきちんと鳴らしてくれます。で、オケとの分離も良くて、定位もかなり良いので、各楽器の位置はしっかりとつかめます。まあ、しっかりとつかめるんで、みやびも、あいつもと逆で鳴ってるってすぐわかるぐらい掴めます。で、コーラスとボーカルのつながりもとても良かったです。で、ロー低域は、バランスチューブでは、 ちょうど良い量の低域で、しっかり、でもあのサブベースからミッドベースも良くて、バランスでも低音ちゃんと出てます。で、ベースラインやシンセベースの重厚さも鳴らしてくれます。で、アタック感もキレも良くて、スピード感もあるんですが、きちんとした沈み込み、重厚感もある低域でした。で、音場音上は左右に広くて、上下に若干広い感じです。で空間は、 しっかりとした低域に支えられた中高域が横と上に伸びていく空間でしたまあシングルエンドとは思えない分離感と空間はあって解像度もしっかりとあって高中低のバランスがいいサウンドだなと、うん、だからまあ <coughs> 後でも言いますけど MMCX コネクトが壊れてなければ4.4バランスで聞いてみたかったんですけど まあバランスでいいてののかなぐらいの感じはしますシングルエンドで <laughs> でベース強調のチューブ変えるとこれ色でね変わってて真っ黒ちょい黒シルバーってなってでシルバーがベース強調、うん、ちょい黒がバランス真っ黒が広域ってなってるんです,うん、うん、すぐ分かりますで回すだけなんで <laughs> でベース強調チューブに変えると 重低音種になります僕が聞いてみてでもう重く重厚な低域が出てくるんですが中高域は邪魔してませんで低、まあ、域大好きな人はこのサウンドチューブあと音に厚みが欲しい人、うん、でこのサウンドチューブにすると EDM とかダンス系打ち込み系あと重低音が欲しい人はこのサウンドチューブがいいと思いました、うんうん、なのでみやびには最適かなとなので途中で交換しました で、広域17目するとね、もうね、定域がもうすごく軽い定域になって、もう広域のハイハットシンバル等が目立ち出して、全体的な厚みもなくなって、薄く軽いサウンドになって、シャキシャキ。そうですね。だから、ムーンドロップみたいな音に変わるので、うん、まあメーカーのムーンドロップですね。うん、だから、あのいう音が好きな人は、広域協調チューブにすると、 おすすめかもししれないいと思いましたけど僕はあとみやびもあそういう音はねあの好みではないので、えー、このサウンドチューブは僕が買ったとしても使わないと思います <laughs> でまあ全体的にバランスがすごい良くて中域もいいのでハードロックメタルバンドをすごい気持ちよく聴けましたで音にとと上品さと あと、ま、空間もちょうどよくて、ちょうどよくて、ちょうどいいので、あの、R、R&B とかバラードもとても気持ちよく聴けます。で、まあ、そんな感じなので、まあ、感触系、解像度バリバリ系、中高域カリカリ系が好きな人にはおすすめできませんと。で、まあ、ま、一本でね、これ一本で三つのサウンドチューブ、アンドリケーブル、 MMCX なんでリケーブルも可能でいろんな自分好みの音の変化を楽しめるのでコスパはいい,すいいっすかなっていい,す,い,いすかな,いいかなとだからこのベースベースとなるのがバランスサウンドチューブのこれ、うん、のポテンシャルが高いんでいろいろいじっても楽しめるかなっていう感じで、うん、ビルドクオリティも高いです、うん、相変わらず。<laughs> で気になるお値段ですはい SIVGASM001Amazon、えー、さんで1万8000円ですうんまあ SIVGA さんは安いのないんでねうんうん、うん、すんすんだってち,ちゃんとした価格のちゃんとした価格っつっても他より全然安いんですけどね、うん、ただ中華としてはちゃんとした価格のを出しているメーカーさんなんで、うんうん、一番安いのが インンラコンなかなうんあれが1万円いいかこれは結構本気印なんで,でそっちの方がなんか高級感というか、うん、満足感もね得られるから、ね、なのでえみやびの結果を聞いていきましょうはい SIVGASM001Amazon で1万8000円買いますか買えませんか今回買いません <laughs> あ,のあとねあの変えてからチェンジしてからのことはすごい好みだったんだけど、うん、まあでもだったらまだ他に安いので代替、うん、機かもしれないなっていうふうに考えちゃったから、うん、となると、まあ、値段と考えても、まあ、ちょっと今回はお見送りでいいかなっていう感じでしたね、うん、はいこ、はい、んな感じです、はい、ではひもじ SIVGASM001 こちら売りますか売りませんか売りまーしん まあ SIVGA の音質のクオリティの高さをうかがえる一本だったからですねうん、うん、まあバランスがとにかくいいのと、まあ、SIVGA のもう共通言語と言っていいかもしれないんですが、まあ、バランスがいいっていうのが SIVGA の共通した全ての製品が、まあ、ヘッドホンからイントラコンカから、まあ、イヤホンはこれ2本目ですけど。うん やりましたがヘッドーーが多いんんでサイジージさんまあバランスが全ていいなと何聞いてもまあそれは共通言語かなっていう感じですでまあ1万8,000でまあこの音質リケーブルできてサウンドチューブ3本ついてって考えるとまあいいんじゃないかなとギリギリでまあシングルエンドのアンバランス接続で分離も良くて空間も良かったんで普通のシングルエンドよりかは空間広かったんで。 まあこれをバランスで聴いたらどうなるか試してみたかったんですけど多分バランスで聴けてたら評価変わったと思う分かんない俺は聴いてないからただポテンシャルが分かってるんで、うん、多分バランスで言ったらもっといくだろうなっていうのがあるんで、うんうん、この MMCX コネクタ不良は速攻本当イワゴンさん交換したよいや絶対したあとサウンドチューブも左かな、うん、左がすっぽのネジ山バカ,バカになってるんで、うん えー、コネクタサウンドチューブのネジ山バカになっててポコって取れるんであさっきみたいにね、うん、この2つの不良なんで初期不良交換をとっととしてもらった方が、ね、絶対イワゴンさんいいので、はい、してくださいというわけで、はいまあ、うちはねお借りしたもので故障箇所とかあったらそれもちゃんと告げますしレビューできない故障だったらお返ししてレビューはしませんのでこれは音に問題なかったんでしましたけど。 えー、というわけで、えー、岩本さん、貸し出しありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> 実はもう一本来てるんで、えーえー、また次週やりますので、はい、それ終わったら返,返品じゃねえ、返送いたしますので、お待ちください。はい、ただちょっと s i v えっ、ー、が返品交換するから戻してとやったらすぐメールください。これだけ先に送り返します。うん、というわけで、s i v j s m 0 0 1でございました。というわけで、 もうこれであれだね完全に全部やっちゃったね SIVGA、うん、おおコンプ <coughs> あとえー、っと新しく出たやつんあのツイッターで言ったやつ、うん、あれ送ってくれてるそうなんでえー、あれ聞きたかったんだよね届いたらフルコンプリートですおそろそろいあ,れあれミーの好きなデザインだからねそうあのキャメルかわいいロビンちゃんのなんか新型みたいな感じで出るんですかねああこの多分ね それっぽいよねでも値段的にそんな感じレブリンちゃんの上,ちょ上みたいな値段だからね多分ね多分3万円であのドルとユーロで計算すると3万円台ぐらいなと思うんでうんまあそんな感じで楽しみに私は楽しみシュ,シュ,シュイワゴンさんありがとうございますもう SIVGA って見るとてっきり提供かなと思ってたから <laughs> まさかのイワゴンさんからっていうねありがとうございますでも絶対これあの 普通の、このでも、今のこのケーブルでも、全然やっぱ音は良かったから、さらにさっきのバランスのケーブル聞いたら本当にいいんだろうなって感じるから、ぜひともチェンジした方がいいと思います。<laughs> はい。<laughs> こんな感じで皆さんもぜひチェックしてみてください。今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。